セブーでは PCR テストを廃止にするようどす。続々とで大統領選に出る人たちとか市長選に出る人たちが名乗りを上げちょりますよ。フィリピン人親子の心温まるストーリーですね。顔はがんで暮らすヨシエニャン。ジェジェジェ。アイナコーエドワーです。今日もね、曇っちょりますね。しっかりとね、曇っちょります。皆さん、フィリピンしてますか？今日はね、ちょっと蒸し暑いですね。まあ、こういう天気嫌じゃないね。さて、今何度かなと。32度。暑めですね。ほんで、湿度が 67% ですね。これは蒸し暑いですね。今日のニュースの情報元は、PTB、GMA、CNN、イスコモリナショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。さて、皆さん、セブーですけどね。セブーのドゲアニュースが流れちょりますよ。それがね、どんなんかと言いますと、セブーのガルシア州知事がこんなことを発表しております。セブー州以外のところからこうセブー州へ入る場合、RT-PCR テストの結果を提示する必要はもうありませんとのことですね。したっけね、PCR テストの検査結果なしでセブーへ入れるようになったみたいですね。まあ、セブーではね、安定期に入ったというニュースがこの間流れておりましたからね。ダモンデモンって早速ね、こういったことをやっていっておるんでしょうね。まあ、観光客をね、こう呼び寄せたいんでしょうね。ほいでもね、だからといってセブーへ入る場合は手ぶらではダメみたいですね。にゃんと代わりにね、病院が発行します診断書が必要になるみたいですね。まあ、メディカルサーティフィケートですね。まあ、渡すは感染をしておりませんよ、健康ですよっていう証明書ですね。これをね、空港とか港で見せないとセブー州へは入れてくれないみたいですね。しかもこれが24時間以内に発行されたもんじゃないとダメみたいなんですね。だもんでね、これは逆に結構面倒ですね。それやったらね、RT-PCR テストの結果でもよかやろうとは思うんですが、なんやわからんですが、診断書が必要になると、そういう寸法のようですね。PCR テストの結果ならね、72時間以内とか、そんなんですからね。まあ、ほいでもね、セブーは前にもね、これと同じことをやっちょりましたね。まあ、ほいでこれをやったことで、感染爆発をしておったんですけどね。まあ、今回はね、そのようなことにならんかったらええですけどね。まあ、ほいでもね、これでね、僕も診断書さえあれば、セブーへ行けるっちゅう寸法ではあるんですけどね。まあ、かれこれね、僕2年以上はもう旅行なんか行ってないですからね。まあ、そろそろ行きたいなーなんて思うてはおるんですけどね。僕もね、セブーは2010年に行って以来行ってないと思うんで、まあ、どれぐらいですか？もう11年も行ってないですね。まあ、11年も行ってなかったらね、いろいろと変わっておるんでしょうね。ほんで、僕が住みますケソンシティですけどね、あのスモールビジネスってありますでしょう。まあ、中小企業っていうんですかね。まあ、これらのスモールビジネスをケソンシティでやっておる人たちに、ケソンシティが支援をするみたいですね。まあ、こういった財政支援プログラムがあったようで、5億ペソのね、予算が割り当てられたみたいですね。ほいでもって、これがこのパンデミックが始まってから、まあ、ちょいちょいとやっておったようなんですね。1回目がね、2020年の7月にこの支援があったみたいですね。ほいでこれで33万人の人たちが働く中小企業に補助金という形で支援がされたみたいですね。ほいでこれについてジョイ・ベルモンテ市長は、これで小さなビジネスをやっておる人たちが従業員の人たちに少しでも賃金を与えてあげられればいいと、このパンデミックを乗り越えられるように今回の支援をしますと発表しておりますね。で、来年ってね、市長選もありますでしょう。これで昨日の初日にね、早速ね、パセグシティのビコソト市長が来年の市長選に出ますっていう申し込みをしておりましたでしょう。これとっすね。さらにね、マカティのアビー・ビナイ市長ですけどね、彼女もまた来年の市長選に出るみたいですね。アビーはね、すでにこう2期を務めてますからね、次が3期になって最後ですね。
フィリピンではね、市長って続けてこう3期の9年間だけしかね、なれないんですね。ホイってバレンズエラシティではレックス・ガチャリアン市長がやってましたが、彼がね、今回で3期を迎えたようなんで、彼の兄弟のウェス・ガチャリアンが来年の市長選に出てくるみたいですね。でサンフランシティのフランシス・ザモラ市長もまた来年の市長選に出るみたいですね。まあそれは出ますわね、ザモラ市長はね。でザモラ市長は次で2期になりますね。ほでもってパラニア家ではエドウィン・オリバレス市長が3期目を迎えたようなんで、兄弟のエリック・オリバレスが来年の市長選に出るみたいですね。フィリピンやったらね、大体ね、もう政治家のもうこの子供は政治家になるみたいなのありますからね。まあ日本でもそうですね。ほいでそのアビー・ビナイ市長のおりますマカティでは、50代のね、蹴ったマシーンを仕事を失った人たちに提供したようですね。これで、これを受ける人たちは、蹴ったマシーンの他にタンブラー、スマートフォン、5000ペソ相当のね、バッグなんかも受け取れるみたいですね。まあ要はね、仕事を失ったなら、この蹴ったマシーンでデリバリービジネス始めちゃいなよってことですね。今はね、フィリピンでもほら、どこもかしこもフードデリバリーが多いですからね。グラブフードとか、フードパンダとか、ララムーブとか、TikTok、ディンドンとかね。まあ他にもね、いっぱいあるんですよ。まあこんな感じどっすね。見渡す限りピンクのフードパンダでいっぱいでしょう。日本やったらね、Uber Eats ですかね。あの元菩薩さんがやっておるやつですよね。フィリピンにはね、Uber ってもうないですからね。グラブにこう吸収されましたからね。日本でもね、フードデリバリーが流行っておるんでしょうね。ほいでね、来年には大統領選がありますでしょう。これでね、まあライバルを蹴落とすためにみんなね、いろいろとね、もうやってきちょりますね、小細工をね。でマニラのイスコモリノ市長も来年の大統領選に出るって言うておりますでしょう。これでね、結構なフェイクニュースが流れておるんですね。そのフェイクニュースっていうのは何か知らざいって聞かせやしょ。実は陽明が大統領選に出るのはドゥテルテ大統領の秘密の立候補者としてだっていうフェイクニュースですね。まあドゥテルテ大統領のなんか子分やみたいな感じですかね。これについて陽明はこんなフェイクニュースを流しておる人たちっていうのは吸っちゃいけないものでもやっておる人たちだろうと言っておりますね。ほいでさらに陽明は現在進行中の COVID-19 パンデミックでの不正や汚職は卑劣な行為に等しい。たくさんの人たちがあがいているこのパンデミックの間に不正や汚職や虐待に関与した政府と民間企業の両方の人々に責任を問われることになるだろうと陽明が言うておりますね。私はこれらに関与した者たちを安らかに眠らせはしない。まあ要は陽明が大統領になれば、現在不正や汚職をやっちょる者たちにそれ相応の罪を与えるぞってことですね。本でもってサラ・ドゥテルテ首相ですけどね、今もね、たくさんのサポーターたちがサラ・ドゥテルテ首相に来年の大統領選に出てくれ、五将や言うてね、頼んでおるんですね。しかもね、サラ・ドゥテルテ首相は去年からね、次の大統領になってほしい人ずーっと1位ですからね。ほいでね、これについてサラ・ドゥテルテ首相がこんなことを言うちょります。それ聞きたいですか？知らざいって聞かせやしよ。にゃんとサラ・ドゥテルテ市長は人々の言葉に耳を傾けてみようと思っておりますと言うておりますね。したっけね、これはまだまだ可能性があるっちゅう寸法ですね。サラ・ドゥテルテ市長は来年の市長選に出るとは今のところは言うてはおるんですよ。ほいでもね、まだそっちの方の申し込みをしてないですからね。したっけね、僕はね、サラ・ドゥテルテ市長は来年の大統領選に出てくると思っておりますからね。ほいでね、ドゥテルテ大統領が副大統領で出るっていうのもありますが、ドゥテルテ大統領はね、まだ正式にこれ申し込んでないですからね。僕はね、ドゥテルテ大統領は副大統領選にはね、出ないんではなかろうかと思っておるんですね。ほんでね、そこにね、サラ・ドゥテルテ首相がバチコーンって入ってくるんちゃうかって思っておるんですね。ほんでそのサラ・ドゥテルテ首相のサポーターたちは、彼女が気を変えることを神にね、祈っちょりますね。
カトリック教徒とかイスラム教徒の人たちが9日間祈り続けておったようですね。サラの気持ちが変わりますようにってね。さらにね、サラ・ドゥテルテ首相のサポーターがこんなん作っちょりますね。サラ・ドゥテルテ首相のフィギュアですね。これがね、1個1000ペソみたいですね。結構高めですね。ほんでね、さらに思うことがありまして、それがね、僕が思うのはボンボン・マルコスですね。ボンボン・マルコスもね、去年からずっと次の大統領になってほしい人って上位をキープしておったでしょ。覚えちゃりますか？ダモンデモンでね、出てくるかなんて思ってましたが、まだね、ボンボン・マルコスは大統領選に出るとさえ言うてないんですよ。これはもしかしてね、サラ・ボンボンのタンデムでね、出ることを考えておるんかなっち、僕はね、勝手に思うちょるんですね。サラ・ドゥテルテ首相がね、大統領で、ボンボン・マルコス副大統領としてね。まあ、これをね、10月6までに申し込む必要がありますから、ギリギリのところでね、宮本武蔵のごとく申し込んでくるんちゃうかなち思うちょるんですね。こうシュイン言ってね。まあこれは僕の予想であって、全然わからんですけどね。ほいでもね、まあその可能性は大いにあるちゅう寸法ですね。ほいでね、パサイのソフィテルホテルあるでしょ。あそこでね、大統領選に出る人は申し込む必要があるんですね。そこでもね、現在はなまらセキュリティが厳しくなっちゃりますね。それが困難度数。ほんでね、さらにケソンシティのセントリスもその会場になっておるようなんですが、こっちの方もね、デージ緊張感が高まっておりますね。それが困難度数。いつ何時何が起こるんかがわからんのがフィリピンですからね。備えあればなんとやらですね。ほいで10月1日の感染者数ですが、15,566人ですね。これが町別やと、ケソンシティ1,101人、マニラ394人、ダバオシティ374人、パシフ360人、カローカンシティ265人、その他は困難度数。トップ10はね、ダバオ以外は全てが NCR ですね。ほいでエリア別やとね、メトロマニラ3902人、ラグーナ682人、リザールも同じく682人、カビーテ572人、ラウニオン554人ですね。その他は困難度数。NCR プラスがね、上位を締め気味ですね。これで全ての合計は256,5487人ですね。23,483人が回復をしまして、199人が亡くなってますね。本でもって現在のアクティブケースは13,268人ですね。まあ、アクティブケースはね、順調に減っていっておりますね。困難度数。ではここで喉を潤しますよと。今日もね、シャッコイルイボスティーですね。いや、今日暑いですね。蒸し暑いですね。見えますか？この僕の滴るセクシーな汗。Oh, no. ほいでね、ここでね、とある心温まる親子の話がね、あるんですね。それがね、どんな親子かというと、まあ、お父さんと娘さんの話なんですね。まあ、フィリピンってね、親子でなまら仲がええでしょう。ほいで、今回のお父さんは、ミンダナオのダバオにね、現在は住んでおるんですね。ほんでね、娘さんの方は韓国へ働きへ行っておったんですね。まあ OFW なわけですよ。
で、このパンデミックで娘さんもね、フィリピンへ帰るに帰れなかったんですね。ほいでもね、お父さんの58歳のバースデーがあったもんですから、ニャンとしてもこの時ばかりはダバオへ帰ってね、お祝いをしたかったんですね。それについて、娘のね、まあフリッチって言うんですけど、この娘のフリッチさんはこう言うておりますね。私の好きなものはパパも大好きだし、パパが好きなものは私も大好きなの。お父さんなんだけど、ベストフレンドなんですってフリッチは言うておるんですね。でこれに対しましてお父さんのマリオはこう言うておるんですね。フリッチは優しくて愛らしい、私はフリッチを心の底から愛している、彼女も同じくねってね言うておるんですね。なんかこんなことが言える親子ってなんか素敵やん。ほいでもねこの2人はもうね3年ぐらい会ってないんですね。まあ結構長いこと会ってないんですよ。でフリッチがね学生の頃っていうのもね、お父さんはシーフェラーをやっておったんですね。シーフェラーっていうのはね船乗りですね。したっけその期間もねほぼこの2人は会えてなかった状態やったみたいなんですね。まあシーフェラーならね年中船の上で生活をしますからね。それでマリオはねなんとかこうフリッチの卒業の時はね休みをもらいまして、一緒にねこの卒業式のお祝いはできたんですね。ほいでマリオもねもうシーフェラーを引退しましてダワオで暮らすことになったんですが、今度はフリッチがね学校を卒業しましたから働く番になったんですね。でフリッチはね海外で働くことを選ぶんですね。したっけね、まあ韓国で働くことになったんですね。これについてフリッチは、私が海外で働くことを決めたのはファミリーのサポートがしたかったからですと答えておるんですね。私を大学まで出してくれたパパに感謝をしてますし、これ以上私が家族に頼るわけにもいきません、もらった恩を返すためにも私は海外で働くことに決めましたとフリッチは言うておるんですね。それについてもねマリオは、私はフリッチの邪魔はしたくない、会えなくて寂しいが彼女がしたいことには全力で応援をするし、フリッチがそれでハッピーならば私もハッピーだってねマリオは言うておるんですね。でフリッチはね2017年に韓国で働き出したみたいなんですね。ほいで2018年に一旦ね、この里帰りをしておったようですね。で、そっからまた韓国へ戻りまして、で、その後にね、パンデミックの影響もありまして、フィリピンへは帰れてなかったみたいですね。で、予定ではね、2022年の来年にね、フィリピンへ帰る予定やったんですね。ほいでもね、フリッチはそこでね、病気にかかってしまったようなんですね。したっけね、フリッチはファミリーが恋しくなってしまったんですね。病気にかかってしまったことでいつどうなるかもわからんし、もっとね家族との時間を大事にしたいなって思うようになったみたいですね。そんな時にお父さんのマリオの誕生日が近づいてきておったんですね。そこでフリッチはサプライズでマリオを脅かしてやろうって思ったんですね。で当然何をするのかはねフリッチはマリオには伝えてなかったんですよ。まあ他の家族にはね伝えておったと思うんですけどね。ほいで誕生日にはレチョンを送るねってフリッチはねマリオに伝えておったんですね。まあ、レチョンってあの豚の丸焼きですね。ほいでフリッチのサプライズですが、フリッチはしれっとね実はダバオへ帰ってきておったんですね。ほんでねとあるダバオのどっかのまあショッピングモールへ家族の協力のもとマリオをねこう呼び出しておったんですね。ほんで最初はねこうフリッチはこうマリオの横をこう通り過ぎたんです。ほいで目も合っておったようなんですが、マリオはねフリッチって気づかんかったみたいですね。ほいでフリッチがねこうマリオに話しかけたんですね。 Sir、何かお困りですかってね。でマリオは一瞬固まったんですよ。えってね、見た目ではわからんかったようなんですが、あれこの声ってフリッチの声じゃないかってなったみたいなんですね。でマリオはフリッチやって分かった瞬間にもう嬉しくって涙がねもうボロボロ止まらんくなってしまったんですね。まさかフリッチがねこんな急に現れるやなんて期待をしてなかったですからね。これでマリオはね、フリッチが無事に私の元へ帰ってきてくれただけで、私はなまら嬉しいってね、心の底から言うてますね。これでね、二人はこの3年間のこう隙間を埋めるようにね、いろんなことを話し合ったようですね。なんて言ったってね、親子でもありますが、ベストフレンドですからね。これでね、フリッチは最後にこんなことを言うておりますね。もしも十分なお金を手に入れたり、夢を叶えたとしても、家族が一緒じゃなかったらそれは本当の幸せではない。家族が一緒にいることの方が私にとってはデージ大切なことですとフリッチは言うておりますね。いやー、ええこと言いますねフリッチ。そんな二人のストーリーをどうぞ。
lang ko lang po si Papa na kung ano po yung trip niya at parang trip ko na din po. Malambing ang anak ko, mapagmahal sa akin. Ganon din ako sa kanya, mapagmahal sa kanya. Pinili ko pong magtrabaho sa ibang bansa. Gusto ko po kasi makatulong sa pamilya ko. Kaya ko po yung, ako po yung maghihingi ng pera sa kanila. Kung siya ang sabi may gaya, ibigay ko sa kanya. Hindi ako, wala akong hadlang sa kanya dahil nagustuhan niya yan. Nandun lang kasi siya. Una po kasi dumaan lang kami. Akala ko kasi mamumukhaan niya na ako agad. Kaya dumaan muna kami. Nagka-eye to eye contact pa nga kami. Pero dead ma siya. Kaya yun, bumalik ako. Tapos tinanong ko na lang siya kasi hindi niya talaga kami tinapansin. Napagtulala ako. Sabi ko, Amumitsu, ano bang kailangan mo, sir? Para bang napansin ko yung busis ng anak ko ba na parang busis ng anak ko to. Kaya doon ako medyo na-emotional ako na siya medyo nahabang ako kasi nakita ko yung anak ko na dumating na hindi ko sukat akalain siya pala yun. Masaya na ako kahit wala Litson. Basta makita ko lang sa buong buo yung anak ko, buhay na buhay, walang nulabis, walang kulang, gumanda lang. Kahit may pera ka po, kahit po nandun ka na sa pinapangarap mong lugar, pero pag di mo po kasama yung pamilya mo, parang incomplete ka pa rin po. Hindi po ganun ka-importante yung material things. Mas importante po talaga yung family po.感動のストーリーでしょう。僕ね、もうマリオがね、涙したところでね、泣いちゃいましたね。ほいって、最近ね、僕がめっけました YouTube チャンネルがあるんですね。それがね、ハッピーカオハガンアイランドライフっていうね、チャンネルなんですけどね。それをね、僕が最近見ちょるんですね。これとっすね。まあ、最近見ちょるって言うてもね、おとといから見ちょるんですけどね。カオハガンっていうね、まあ、セブーに近いところにある島に住んでおります、ヨシエニャンっていうね、女の子がおるんですが、このヨシエニャンが、このカオハガンの男の子と結婚をしまして、手作りのね、家でこう、生活をしとるんですね。まあ、それはそれはね、デージ満たされた生活を送っておるんですよ。それをね、僕はこう、おとといから見ちょると。まあ、そういう寸法なんですね。なんかね、こう、ウニを取ったりして、こう、ほじほじしながらね、身を取ってこう、食べたりとかしておるんですね。で、そんなんを見ておったらね、僕もね、小学生とか中学生の頃って、そんな生活を実は僕送っておったんですね。夏休みになりますとね、父親に海へね、車でね、毎日連れて行かれるんですね。朝からね。で、ご飯と水だけ持ってね。で、父親はその後仕事行くんですね。で、僕はね、海に入って朝から夕方までね、ウニを取ったりとか、サザエを取ったりとか、アワビを取ったりしておったんですね。僕はアワビおこし持ってますからね、こうガッグってね、取っておったんですね。それをね、持ってきておったご飯にぶっかけて食べておったわけなんですよ。アワビなんかやとね、今は厳しいらしいですけどね、僕が子供の頃って言いますとね、ほら、日本はね、まだまだ発展途上国ですからね、何の問題もなかったとですね、ほいでね、こう、海の深いところまで行くんですね。で、潜りましてね、僕、地面にね、こう横になるんですよ。で、こう、見上げんですね。上の方ね。で、この地中から聞こえる音をね、こう、聞くんですよ。ガーってなんか聞こえるんですね。それを聞きながらね、僕はこう地球を感じておったんですね。
まあ、僕の子供の頃の生活って言ったら毎日がそんな感じだったんですけどね。ほいで夕方になったらうちの父親が迎えに来まして家へ帰ると、まあ、僕の夏休みといえばそんな感じでしたからね。でそれをね、よしえにゃんのチャンネルを見ちょったらその頃のね、生活が思い出されるんですね。ほいでね、なあなんかええなあ言うてね、見とれちゃうんですね。トドのつまりがね、結局のところどこで暮らすって言われたら田舎やなってことですね。まあ、そのよしえにゃんのチャンネルのリンク先はね、下に貼っちょきますけどね、みなみなしゃまも癒されてね。しかもこのよしえにゃんには3人目の子供が最近生まれたみたいですね。まあ、3人目ということでね、まあ、デージ愛し合っておるんでしょうね。3人目の愛の結晶ができたわけですからね、おめでとう。ほいで、オクタリサーチですけど、オクタリサーチの発表によると、メトロマニラでのニューケースの数は減っていっておると。ほいでもね、病院の ICU の利用率が依然として門限高いままやと言うておりますね。9月24日から30日までの間、メトロマニラの1日の平均の数っていうのがね、ニューケースのね、3711人やったみたいなんですね。これをね、前の週と比較をすると、17% をこうダウンしておるようなんですね。ほんで、メトロマニラのリプロダクションナンバーも確実に減っていっておるようなんですよ。で、現在がね、0.84 まで下がっておるようですからね。しかもね、ポジティブレートも 17% まで下がってきておるようなんですよ。したっけね、現在は10人に2人くらいからポジティブ結果が出ておるようですね。だがしかーし。メトロマニラの病院の ICU の利用率は依然としてね、70% を超えるかなりね、高い水準が続いておると。オクタリサーチが嘆いておりますね。これで現在はメトロマリナは今もね、ハイリスクの状態ではあるんですが、近々ね、中ぐらいのリスクのモデレートリスクに格下げをする可能性も出てきてはおるようですね。チャンネル登録グッドボタンお頼もします。それではお後がよろしいようで。